大谷翔平の争奪戦を最後まで繰り広げたブルージェイズは、一度は合意目前とまで報じられながらも逃した。地元放送局の記者は、ブルージェイズが提示した最高額のオファーは、ドジャースと同じくらいだった、と伝えている。ニコルソン・スミス記者は、しかしながら、その契約交渉に詳しい関係者によると、ブルージェイズが提示した最高額のオファーは、ドジャースと同じくらいだったとしている、と舞台裏を明かす。その交渉に通じた情報筋曰く、ブルージェイズは、ちょうどそのあたりだったとして、オファーは非常に競争力の高いものだったと表現した、と指摘した。さらには、最終的な数字に関する詳細は分かっていないが、7億ドル、約1018億円のオファーとちょうど同じくらいとなると、ブルージェイズの最終的なオファーは6億ドル、約872億円を、優に超えていたことを間違いなく示唆している、とも明かした。やっぱりドジャースはエンゼルスの時と同じ、ロサンゼルスっていうのは大きいよな。ドジャースは大谷翔平が高校生の頃からスカウトに来てたらしいし、相思相愛みたいな感じなんかな。ここまでの大型契約になると、多少提示額高かろうが、プレイしやすい環境を優先するのが大谷よな。気候とポストシーズン進出とワールドシリーズ優勝が決めてやったかな？ドジャースの方が夢が叶える可能性が高いと踏んだんやろうな。気候も重視していたと言われてるし、何より優勝できるチームかどうかでもドジャースに劣るわな。通訳の規定があるから、ブルージェイズに行くとしたら、水原一平さんの待遇がどうだったのかということもあるかな。ブルージェイズに行ったら試合が日本時間の夜中やから、ドジャースでよかったわ。ブルージェイズ史上最大の、逃した魚はでかかった、やろうな。東地区は交渉に不利よな、めっちゃ寒いし。ナショナルリーグが DH 制になったのも大きいよな。決まるのが遅れたのはトロントが本気で参戦したからやろうな。ドジャースも土壇場で引き上げたのは危機感を感じたからやと思う。日本人メジャーも多く在籍してたこととか、チームドクターの件も重要だった気がする。